日本の黒い霧は松本清張によるノンフィクション作品である。書質は月刊誌文芸春秋で1960年1月号から12月号にかけて連載された。アメリカ軍占領下で発生した重大事件について清張の視点で真相に迫った連作ノンフィクションである。黒い霧という言葉が流行語になるほどの社会現象を起こし、 成長にとっても代表作の一つとなった。帝銀事件発生時の帝銀シー名町支店、1948年1月26日、松本成長は、推理小説だけではなく、ノンフィクションや、歴史物など多岐にわたる分野を手掛けた作家である。成長が歴史を扱った作品には、概ね3種類がある。すなわち、古代史を扱った古代主義や、 生長通史といった作品群第二次世界大戦前の昭和期をテーマとする昭和史発掘そして終戦後に発生した事件を題材とする日本の黒い霧の三種類である。保坂正康によれば占領期という時代は1945年8月のポツダム宣言の受諾から1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発行して日本が 独立状態を回復するまでの6年8ヶ月に、渡る期間である。日本の黒い霧で扱われている事件の多くは、まさにこの占領期に発生したものである。黒い霧は、この時期に起きた一連の怪事件に潜む、アメリカの陰謀を比喩した言葉である。一連の作品の先駆けとなったのは、日本の黒い霧発表の前年に当たる1959年に、同じく、 文芸春秋に連載された小説定金事件だった。小説定金事件はアメリカ軍占領下の黒い霧の真相に切り込んだ最初の作品となって読者から大きな反響を得た。聖長は小説定金事件で見出した主題を発展させて連作ノンフィクションの形式をとって日本の黒い霧を執筆した。聖長は日本の黒い霧において このような形式を取った理由について、アサヒージャーナル1960年12月4日号に発表した、なぜ日本の黒い霧を描いたかで次のように記述している。小説で書くと、そこには多少のフィクションを入れなければならない。しかし、それでは読者は実際のデータとフィクションの区別がつかなくなってしまう。それよりも、調べた材料をそのまま生に並べ、 この資料の上に立って、私の考え方を述べた方が、小説などの形式よりも、はるかに読者に直接的な印象を与えると思った。別冊対応日本の心ナンバーワン41、ピアニッシも118から123。日本の黒い霧を執筆した当時、成長は51歳となっていた。第二次世界大戦の終戦から15年が過ぎたものの、一連の事件はまだ記憶に。 新しい時期であった。成長は日本の黒い霧によって徹底的な調査と多くの資料に基づいて調べた材料をそのまま生に並べそれらを自身の視点による推理で繋げていくスタイルを確立した。このスタイルは後の昭和史発掘にも受け継がれていくことになり同時に文春ジャーナリズムというべき新たな調査報道ものへの道を切り開いた。郷原博は 聖長とその時代で、もし聖長がこの作品で開拓した道がなければ、小玉隆や、寂しき、腰山界の女王、立花隆、田中角栄研究、本田康志春、不当逮捕といったノンフィクションの終作は、少なくともあれほどタイムリーな形では世に出なかった、はずであるとの評価を与えている。日本の黒い霧に収録されているのは、以下の事件である。題名の後の年月は、 事件発生の時期である。すでに述べた通りほとんどが占領期に起きた事件であり、最初の10話は事件、最後の2話は占領期の歴史を包括して記述する形式をとっている。単行本は連載中の同年5月10日から順次発行された。発行元は文芸春秋新社で全3巻である。この参巻本の他に定銀事件、下山事件、 松川事件、白鳥事件、ラストボロフ事件、暴力朝鮮戦争の6編をセレクトしたものも発売されたが、文春文庫版は当初の三巻本の内容を収めている。連載当初の題名は、おそらく当時の世相を反映した戦場的なものが多数であったが、単行本として刊行される際に2編を除いて、明快なものに改定された。 この作品が連載された1960年という年は、世に言う60年安保の年であった。清長が多数の作品を発表していた時期で、他に休憩の行や悪い奴ら、砂の器などを発表している。多くの仕事のために毎月締め切りに追われていて、やっつけ仕事に近い部分があって、小それぞれには出来不出来がある。 清張自身もおそらく出来のばらつきを自覚していたため、後に、第2話、木星5遭難事件を、風の息、1952年日光期、撃墜事件の2回にわたって、小説として書き直している。清張は1963年8月にこの、作品の他、真相改流、現代官僚論などによって、第5回日本ジャーナリスト会議賞を受賞した。 真相改流はその後、三田和夫の赤い広場、霞が関に告示した文章が十数箇所あったため、三田から著作権侵害で訴えられた、下山総裁を引いた機関車、D51-651 の捜査成長が12編の中で最も力を入れたのは、第1話、下山国鉄総裁防殺論である。成長は、国鉄職員大量解雇などの情勢や下山が、 事件前日までに取っていた不審な行動、下着に付着していた油と色素など様々な資料を手がかりに真相を探った。政長がたどり着いた結論は事件の陰に GHQ 内部での GS と G2 による主導権争いがあり、犯行に関わったのは G2 株の組織というものであった。聖長以前にも事件の背後にアメリカ軍の存在を示唆する噂は発生の直後から あり、報道においても GHQ の関与を案にほのめかす、ものもごく少数あった。しかし、g に暴殺説と、犯行グループの存在を明快に指摘したのは、聖長による下山国鉄総裁暴殺論が最初であった。聖長の論章は、60年安保に揺れる世情の中で、日米関係に敏感にならざるを得なかった読者から、圧倒的な支持を得た。 1> 第1話が好評だったことに聖長は自信を深め、以後最終話まで GHQ 内部の対立を軸にアメリカ軍占領下で発生した重大事件を取り上げ、資料の駆使と自身の視点による論証でその真相に迫ろうとした。聖長は最終話、暴力朝鮮戦争で今まで取り上げてきたすべての事件は朝鮮戦争に向けたアメリカ軍の 戦略的な伏線との結論を導き出した。郷原博士は前景の成長とその時代で日本の黒い霧について、これは成長の得意な読み切り短編シリーズであり、成長は前編を通しての語り手にして名探偵だったと言えなくもないと論じている。日本の黒い霧は単行本の発売と同時にベストセラーとなった。黒い霧という言葉は当時の流行語となり、 黒い霧ブームが巻き起こった。黒い霧という言葉は不可解な事件や疑惑を形容する言葉となって定着し、1966年に発覚した正解の不祥事や1969年のプロ野球やお帳疑惑はそれぞれ黒い霧事件と呼ばれた。半藤和都氏は日本の黒い霧の帯の推薦文でよくぞ現代史の隠された新部にメスを入れたものよと書き、さらに、 今これだけのものを書ける人はいない。改めて簡単せざるを得ないと称賛した。保坂は松本清張と昭和史で半動の言葉を実に的をいた見方と評価し、これらの事件の背後にアメリカの暴略があったのではないかという視点そのものは日本のジャーナリズム、あるいは作家の仕事として経のものであると言える。事実の遺憾を問わず、この重要性をまず私たちは 客観的に認めるべきではないかと思うと記述している。大岡翔平からの批判、日本の黒い霧については、連載中からアメリカの測り事略説に偏りすぎ、反米的な意図のもとに書かれたなどの批判が生じていた。批判の急先法として現れたのは、成長と同じく1909年に生まれた作家の大岡昌平である。大岡は1961年に、 群像12月号に掲載した常識的文学論最終回松本成長批判でこれは花だ危険な作家であるという印象を強めたのであるとまで記述し彼の推理はデータに基づいて妥当な判断を下すというよりはあらかじめ日本の黒い霧について意見がありそれに基づいて事実を組み合わせるという風うに働いているなどと批判した大岡が このような挑発的な文章を書いた背景には、井上康氏の歴史小説、成長や水上勤の推理小説が評論家から支持される分断の現状に対する不満があった。成長も、王家の挑発を見過ごすことはできず、同じく、群像1962年1月号に、王岡昌平氏のロマンチックな祭壇という文章を発表し、 最初から反米的な意識で心を見たのでは少しもない。それぞれの事件を追求してみて、機能的にそういう結果になったのに過ぎないと反論している。成長のこの反論に対して、大岡が再度反論するようなことはなかった。実は、同じ群像1961年9月号に掲載した推理小説論において、大岡は日本の黒い霧に対して、 彼なりの肯定的な評価を次の通りに下していた。彼が旧安保時代以来、日本社会の上層部に救う、いかさまし友を飽きることなく摘発し続けた努力は尊敬している。日本の黒い霧が真実という点で、いかに異論の出る余地があるにしても、私はこの態度は好きだ。どうせ本当の真実なんてものは、誰にもわかりはしないのである。推理小説論。 佐藤はじめからの批判、政長の没後、新たな日本の黒い霧批判が登場した。佐藤はじめは、次長、松本政長の陰謀を、日本の黒い霧に仕組まれたものにおいて、日本の黒い霧での政長の視点を、ほぼ全面的に否定した。佐藤は、松川事件の元被告で、無罪判決を勝ち取った人物であり、占領史の研究で実績を残した。 特に下山事件の研究で知られ、自殺説を支持する立場から、下山事件全研究を書いている。佐藤からの批判の対応は、日本の黒い霧が暴力士官に基づいて書かれたために、その後の日本人の歴史感覚を狂わせたというもので、ある。佐藤は前継所において、下山事件、松川事件、革命を売る男、伊藤正、追放とレッドパージ。 暴力朝鮮戦争、白鳥事件を取り上げ、これらの事件における松本の推理の誤りを解いた。同書の結びにあたる第七章、日本の黒い霧が隠蔽したもので、佐藤は日本の黒い霧を戦後死をたどる上のつまずきの石とたとえ、過去にこだわりを持つ人たちだけではなく、それより格段に多い人々を黒い霧という疑似空間につなぎ止め、 正常な思考を麻痺させたと自説を述べた。ゴンダ万事は佐藤の自説に対して一方的に陰謀というレッテルを貼って感情的に批判していることを非常に残念に思ったと記述した。ゴンダは佐藤がなぜこのような批判を書くに至ったのかについて下山事件研究会事務局長を務めていた時代の経験に基づく不満と日本共産党が 武力闘争主義を前面に出していた、当時の問題を総括していない点に原因があると推定している。渡辺土地家からの批判白鳥事件の容疑者とか、代わり検証を行った渡辺土地家は、松本の暴露は追評、要吉美が書いた、白鳥事件の調査の丸写しであり、自分の作家としての活動によって、共産党の裁判闘争に奉仕しようとしたのではないかと指摘している。 中でも追票の証言を、あたかも実行犯が容疑者 T について、裏切りを心配しているかのように書き換えたことについては、極めて意識的な虚構であるとしている。発表当時、読者からの共感と大きな支持を得た、この作品には、長い時間の経過とともに、新たな見方や、当時明らかになっていなかった事実が現れている。その例としては、革命を売る男。 伊藤氏が挙げられる。発表当時、伊藤は、生死不明の状態であったが、1980年9月に、中国から29年ぶりに帰国を果たした。彼から、当時の状況について弁明がなされ、新たに判明した資料や事実に基づく複数の、研究によっても、伊藤忠イコールスパイ説が否定されている。このため、文春文庫版では、上官の端末に、 作品についてという文が掲載され、伊藤忠のスパイ説は認めがたいものになったという大意が記されている。さらに、すべての事件が朝鮮戦争へと修練していく作品の構造に疑問を投げかける意見がある。当時の知識人を含めて多数の人々が朝鮮戦争をアメリカと韓国の暴略と考えていた。しかし、ソビエト連邦の崩壊によって、 明るみに出た情報により、先制攻撃を行ったのは、北朝鮮の方だったことが判明した。後を忠かは、次長松本清張を推理するで、日本の黒い霧に言及し、しかし本筋を探ることにかけたこと、これはこのノンフィクションを評価する第一義なのだ。それがこの対策に関する私の感想のすべてである。そして、 それが文筆家の大切な資質であることも力説したいと評価している。中国での成長作品の紹介は文化大革命が始まる前年の1965年に日本的黒霧として翻訳された日本の黒い霧に始まる。そのきっかけとなったのは1963年11月に中国作家代表団が日本を訪れたことであった。この時成長は 作家代表の一人だった、京里市民に、日本の黒い霧の単行本を寄贈した。元は帰国後、人民文学出版社の文潔和に翻訳を依頼した。1965年に、日本的黒霧は、人民文学出版社から出版された。日本的黒霧は、以下の六編で構成されている。成長が寄贈した単行本には、この六編以外に、 暴力朝鮮戦争も収録されていたが、これを定本として翻訳された中国語版では省略されている。翻訳者である文清和歌によると、この一編も翻訳したもののその中の林平が朝鮮戦争で負傷したという記述が事実と、相違するために出版社と相談した上で省略したという。1980年の再版では、 朝鮮戦争的作格が加えられた。2012年には審判が発行され、さらに木星号遭難記が新たに翻訳の上で追加された。名古屋大学大学院の印次オは暴力朝鮮戦争が1965年版に収録されなかった理由について次のような見解を述べている。新中国メディアは日本の黒い霧事件に対して深く懸念し、 1949年から1963年の松川事件の最終判決まで継続的に報道を続けていた。作品日本の黒い霧はある程度中国メディアの報道と類似した結論に事件の推理を導きながらも根本的な論理構成においてそうしたメディア報道と違っている。その相違を最もよく表した暴力朝鮮戦争の章が 1965年の中国で公表されるのは難しいことであった。松本清張研究第15号 P219GS と G2 の主導権争いについて、半藤和人氏は日本の黒い霧真相版下観の解説で山田祐作の解説を引用して対共産化戦略を押し出す G2 と日本の民主化を徹底して実行しようとする。 GS の激しい対立と内部闘争について研究している。保坂によれば GS はコートニー・ホイットニーやチャールズ・エル・ケーディスといったニューディーラーが中心になって日本の民主化を目指し対する G にはダグラス・マッカーサーに近い立場のチャールズ・ウィロビーが主導しアメリカが主導する戦後体制に日本を軍事的に組み込むことを目指していた。ありがとうございます。